520人が犠牲になった日航機の墜落事故から今日で38年です。現場近くでは犠牲者への祈りが捧げられました。群馬県上野村の御巣鷹の尾根のふもとを流れる神流川では、墜落した時刻の午後6時56分に合わせて灯籠供養が行われました。コロナの影響で中止や灯籠を川に流せない年が続き、従来の規模で行われるのは4年ぶりです。私がケンちゃんの分も生きられればいいなって思ってます。こんなにたくさんの特に子どもたちがね、次世代の子どもたちが来てくれたこと、少し心が楽になっています。遺族は朝から御巣鷹の尾根を目指して慰霊登山を行います。